ちにでっかい変なやつがいるぞ。道中注意して見ていたが、この用途のわからぬ装置と隣にある軍棒以外に怪しいものは見当たらなかった。ともかくこの島には明らかに誰かが滞在していたようでござる。それにここ数日のものと思われる新しい足跡も見られた。本当か？おいら全く気づかなかったぞ。旅人パイモン、油断は禁物でござるよ。な、何かあったのか？誰かがここに来ていた。そしてかの者はまだ去ってはいない。匂いからして相手も遠来の客であるはずだ。他にも誰かいるのか？なんだか怖いぞ。なあ、早く手がかりを探そうぜ。帽子に水元素の力があるって言ってたよな。だったら元素力をたどってみようぜ。急がなくてもいいのよ。かなり近い。警戒を強めるでござる。バデュイだ。終わりね。撤収で、何か探しているのか？帽子、ダメだ、なくすわけにはいかない。もう俺は何も知らないから、帽子を返してくれ。この帽子をお探しでござるか？ T さんの帽子だ、早くよこせ。こいつ、なんだかあまり賢くなさそうだな。俺をいじめるな。出ないと殴るぞ。うわぁ、でっかい怪物。やめろ、何しやがる。またファジュイか？それはこっちのセリフだぞ。お前たち、この島で何するつもりだ。帽子、ちゃんと守るんだ。出ないと。その帽子に抱きつくのはもうやめろ。まずはお前の兄さんを探し出すのが優先だろうが。そのものはどうしたのでござるか？なんでもない。病気で少し熱があるせいで戯言を言っているだけだ。お前らに説明する義理などない。帰れ。ここはオイラたちの友達の島だから、気をつけた方がいいぜ。ああ、ここは無人島じゃなかったのか。俺たちはここに、いや、なんでもない。チッ、別に教えてもいいが、知ったらもう俺に構うなよ。あれは俺の発明した新エネルギー装置だ。無人島に来たのはこいつの性能をテストするため。そ、答えないのならオイラたちはこいつの帽子を奪うぞ。ダメだ、帽子を取らないでくれ。おい、泣くなよ。わかった、この辺りから遠くへは行かないと約束するから。ところでその装置、どうして煙が出てるんだ？それはこのガラクタがぶっ壊れちまったからだ。言いたくないが、実はテストがうまくいかなくて、もともと撤退するつもりだったんだ。なんだ、じゃあ早く
く行けよ。おい、行くぞ。はい、まったく、せっかくの休暇なのにこんな奴らと出会うなんて。ファデュイがこのような偏僻な島に現れるとは、ことはそう単純ではない気がするでござる。休暇中とはいえ常に警戒を怠らぬように。またあちらの女子たちの機嫌を損ねないために拙者から一つ提案があるのだが、この件は当分の間心に留めておこう。注意や警戒が必要なことについては旅人と拙者が責任を持って対応する。よいでござるか。カズハは思いやりがあるんだな。過報でござるよ。拙者はただせっかくの休暇がつまらぬことに邪魔されないことを願うのみ。美形の前に皆には幸せな気分でいてもらいたい。